三塚大輝は、兵庫県神戸市出身の歌手、タレント、作詞家である。出生地は、山口県山口市、アジス。A 型身長175センチメートル6歳で、阪神、淡路大震災で被災。山口県へ1年間移住し7歳で、大阪へ。8歳の時、ニュージーランドクライストチャーチに家族と移住。英語のわからなかった彼の楽しみは、父の、 よく聴いていたマイケル・ジャクソンのカセットテープを通学する、車中でよく聴いていた。その魅力的なメロディーに聞き惚れ、9歳の誕生日にはマイケル・ジャクソンのミュージックビデオを買ってもらい、ダンスに衝撃を受ける。英語がわからなかった、彼は踊りを武器に友達を増やした。ビデオを研究し、靴下のかかとが擦り切れるほど、毎日真似をして踊っていた。10歳の時、 クラス全員の前でダンスを踊り高評価を受け、ダンスを本格的に始めた。ちなみにムーンウォークを伝授したのは本人の母であるとライブ後のインタビューで大輝自身が語っていた。その後17歳までに新聞に記載されたり、ゲストダンサー、ニュージーランドナショナルダンスチームへの推薦を受けるなどの数々の功績を残している。しかし年齢が わずかに足りずナショナルチームへの入団は不可となる。振付師としてクリスマスパレードのプロデュースなども手掛け才能を発揮する。帰国後、祖父母の住んでいる山口県へ再び転入する。この時彼は高校2年生。そこで出会った2人のメンバーとダンスボーカルユニットアウトスタイルを結成し、ここで大輝はダンスボーカリストとして活動する。 この時彼が影響を受けた人物とは、ダパンプの一サさんだと、インタビューで話す。アウトスタイルの結成期間は2年。その間に最優秀賞を、はじめ様々な賞を受賞、さらに、クラブゲストダンサー、芸能人の前座を務めるなど、高校を卒業を振るまでに、数々の経歴を残した。卒業後は再び神戸へ移り住み、音楽専門学校へ通うも1年もしないうちに、 辞める。理由は自分で行動した方が早いからと、後に本人がライブ後のインタビューで語っていた。そして彼は様々なところでアルバイトを始める。居酒屋、遊園地のカメラマン、100円ショップ、ユニクロ、和食屋などを転々としながらオーディションに受かる。そこで知り合ったボーカルの先生の勧めで20万円をため上京する。上京後、その先生の紹介で、 ライブハウスでアルバイトをしながら、エルビス・プレスリーを歌い音楽の勉強に日々励む。同時に、デーブ・スペクター氏の事務所で勉強しながら、芸能界への道へ進む。この間に、読売ホールや様々な場所で歌い、テレビ東京を中心に活動を始める。雑誌、司会、モデルなどにもチャレンジし、2013年、ソロライブを本格的に活動する。 そしてアルバイト先のライブハウスで、現在のザジュリアンズの原点となる。ザブルーバードを横山秀幸と結成。一年後、再びソロシンガーとして、東日本義援金ライブ、刑務所の慰問コンサート、地域安全運動ライブなど社会に貢献し、表彰される。2015年に開催されたジャパニーズエルビスコンサートでは、全国3位に入る。 独自の甘い配当オーンボイスとダンスパフォーマンスにより、湯川玲子より1位の評価を受ける。その後再び、横山秀幸と GS シンガーとして、ザ・ジュリアンズを結成。ファーストシングルは、ジャッキー・ヨシカワとブルー・コメッツの三原綱木によるプロデュースで、愛のメリーゴーランド二人の山の手線、愛の口づけの両英面シングルで、2018年2月28日に、 メジャーデビュー。これを機にザ・ジュリアンズは、ネットテレビ、ラジオ、グループサウンズサマーカーニバル、グループサウンズフェスティバルのオープニングワークと、ワンマンライブでは、大御所のグループサウンズプレイヤーをゲストとし、コラボをするなど後継者として、責任を果たす。グループサウンズの初期とも言われる、アウトキャストのベーシストの大野義晴氏を、スペシャルゲストとして、ワンマンライブにお越しいただいた際、 三塚大輝が全面プロデュースを大野市に依頼する。2019年12月にレコーディングが始まる。チェッカーズや中森明菜などの作詞を手掛けた売りや、宮城伊佐とキャンディーズの曲を多数手掛けた、保口雄介氏作曲の2曲、やべ、やべ、やべ、悲しみのミッシェル、そして三塚大輝作詞、横山秀幸作曲、井上義詞編曲。 キャンディーキャンディーで2020年4月29日、マキシシングルデビュー。やべ、やべ、やべは、デリカシーというタイトルの候補もあった。そして、プロモーションビデオはコロナを中心とした作品だが、本来は、環境汚染、原発、災害などをテーマにする目的とした曲の予定だったと、の日本人は語っている。ありがとうございます。